外交的ボイコットが検討されていますアメリカのワシントンポストは16日バイデン政権が中国の人権侵害を理由に来年2月の北京オリンピックに外交施設団を派遣しない外交的ボイコットを近く表明する見通しだと報じました政府内の勧告がすでに出ていてバイデン大統領が今月中にも判断するとしています 昨日の米中首脳会談では、オリンピックについての言及はありませんでした。